皆さんこんにちは、内科皮膚科医の友利新です。今日はですね、今年の夏は心配なマスクによるシミの発生についてのお話をしようと思っています。そう、今年は怖いマスクシミです。もちろんシミの、ね、原因というのは基本的には紫外線になります。で、紫外線が皮膚に当たることによって皮膚の細胞の DNA が傷つかないように、肌の細胞がですね、メラノサイトっていう色素細胞に、あ、ちょっと傷がつきそうだから、あの、ちょっと助けてって言うと、そのメラノサイトがメラニン色素という色素を出して、まあ、肌の細胞のこれが、まあ、核 DNA が入っている核としたら、この上にですね、日傘を差すように、あの、メラニン色素を置くっていうものがまずスタートになります。で、これがずっと定着してしまうことが、まあ、シミになるんですね。なので、まずスタートは紫外線が当たって肌に、まあ、炎症が起こった、大変だっていうことがポイントなんですよ。なので、まあ、シミというのはそれが原因なんですね。じゃあマスクをしていたらなんでシミになるの？だってマスクしてるともう紫外線ブロックしてくれてるような気がするから、あの、シミができることって少ないんじゃないって思ってる方いらっしゃると思うんですが、それは大きな間違いです。肌というのは、以前ね、動画でも言いました、バリア機能というものがありますよね。で、バリア機能はどういったものでなっているかというと、まあ、角質という細胞があって、でそこに皮脂があって、それでバリア機能というものがなっています。で、バリア機能があると外的刺激も入ってこないし、あと内側の水分も出ていかないということがあるんですね。なんですけども、マスクをずっとしていると、実は自分が出ている呼気、まあ、息ですよね、その中に水蒸気、水が、水分が含まれています。で、これ一瞬だけだったら、まあ、肌を潤しているような感じになるんですけれども、それがずっとある状態だと、まあ、要はお水の中にずっと手を入れておくような状態になります。そうすると手にシワシワっとこうふやけてきますよね。で、このふやけた状態ってどういうことかっていうと、この角質と角質、これをあのブロックだとすると、その間を埋めているセメントの役目をしている細胞間脂質と呼ばれるものがあるんですが、それが水にふやけることに、長時間つけてあのふやけることによって、この細胞間脂質っていうのが流れ出てしまうんですよ。細胞間脂質が流れ出てしまうと、バリア、まあ、角質と角質がの細胞がくっつけなくなるので、バリア機能自体がこう、なんて言うんでしょう、だんだん低下していって隙間が空くわけですから、その内側の水分がどんどん出ていきやすくなってきて、乾燥肌になってきます。で、皮膚っていうのは乾燥すると炎症を起こしてしまうんですね。そこに物理的なマスクの摩擦という炎症がまた加わります。なので、まあ、バリア機能が低下して炎症が起こるのプラス、マスクの物理的な炎症、これは日焼け後起こっているのと同じ炎症だと肌は認識するんですね。そうすると、あ、肌を守らなくちゃといって、やはり同じようにメラニンを作ってしまうことになるんです。で、もう一つ、今話しているシミっていうのは、まあ、老人性の色素斑といって、まあね、皆さんができるシミですけれども、あの、肝斑といってアジア人の女性に多くて、まあ、女性ホルモンの影響を受けやすいと、あの、言われている、よくこうですね、あの、まあ、左右対称にできる、こうベタっとあるような、あの、シミがあるんですけども、この肝斑っていうのは紫外線の影響もあるんですけれども、実はこう物理的な摩擦によっても悪化するというふうなことが分かっています。なので、もともと肝斑がある人ってのは、ちょうどマスクをするあたりに肝斑ある人多いですから、その乾燥だけじゃなくて摩擦によってまた、あの、肝斑も悪化するし、肝斑というのは実はこう意外と眠ってるというか、表に出てきてない方も大勢いるんですね。なんですが、常に摩擦を起こることでこの肝斑が起きてしまうというか、表面に出てきてしまうという方も今年は多いんじゃないかなと心配しています。なので、今年はよりシミができやすい状態なんだということを念頭に置いて、日焼け止めをしっかり塗るということはもちろんですけれども、スキンケアの中に炎症を抑えるという効果のものを、あの、入れ込んでほしいんですよ。で、今年はマスクもしているし、あんまり外出をしないから、なので美白ケアはしなくていいよと思っているかもしれないんですが、美白と書いてある化粧水だったり美容液だったりという、その美白ラインというものには、だいたいこの抗炎症作用にある、まあ、例えばビタミン C なのか、あとはトラネキサム酸なのか、そういったものが何かしら入っています。あとはそのメーカーさんの秘伝のタレの抗炎症作用があるもの、必ず入ってるんですね。なので、今年の夏こそ、まあ、必ず美白ケアのものを何かしら取り入れていただければいいかなと思います。
で、その美白ケアの、まあ、おすすめの美容液だったりは以前の動画でも出ていますので、そちらを参考にしていただければいいかなと思っています。まとめると、今年は日焼けだけじゃなくてマスクによる、まあ、バリア機能の低下の炎症、そしてマスク の摩擦による炎症でシミ、乾斑が悪化しやすい。なので今年こそ必ずスキンケアに美白ラインを置くようにしてください。以前ね、この動画でもマスクを、まあ、感染対策のためには有効なんじゃないかという動画を上げました。で、その時にはもちろんね、感染がこうどんどん増加している状態だったんですが、今はそれとはまたちょっと違うフェーズに入ってきているので、まあ、必要な時と必要じゃない時っていうのをご自身でしっかりと判断をして、こまめに感染が、まあ、飛沫を、ね、飛ばしたりしないなとか、飛沫が飛んでこないなっていう場所では、まあ、こまめに外して、肌のためにはこまめにマスクを外すっていうことも必要なんじゃないかなと思っています。いかがでしたか？このチャンネルではこのように美容や健康について皆さんに分かりやすくお話をしているチャンネルになりますので、よかったら登録してみてください。ではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。